もう寒すぎてダメ。朝まだ布団ない、布団から出れない、寒くて。おはようございます。昨日もこんな、あれ、昨日朝配信してな。おはよう。寒い、本当にまだ、まだ、もう寒い。もうもこもこ靴下履かないと寒すぎて。おはようございます。まだ眠いです。だってリエも眠いです。寝起きから今日は10分後ぐらいかな、今日は寝起きから10分後ぐらいです。結構今日もギリギリだけど10分後。なんか変な髪の毛。油断してた。朝配信ないかと思いましたか。ママとね、昨日いろいろ話して朝配信やろうかなってことにした。ケマシーさん、ブーケありがとう。トウモロコシさん、コウモリありがとう。ダイちゃんさん、魔女の星ありがとう。トミチさん、ハートありがとう。コウモリもありがとう。朝4時半、早ー。なんでそんなに早起きなの。同じくらいです。だってわ、じゃあ結構あれですか、ギリ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 を進めましたね。もうでも最近の目覚ましはもう何分おきにかけてるだろう、2分おきとかにして何回も鳴るようにしてる。今日だったらなんだっけ、7時から目覚ましかけ、7時15分ぐらいから目覚ましかけ始めて15、17、20みたいな細かく刻んで目覚ましになるようにした。のびちゃん、お布団かな。ぬくぬくしてる時間幸せすぎる。本当にそう、もう一生ずっとそこにいたいよね。もうそこの、そこで一日過ごしてたいもん。でもおはよう。ヤシーさん、朝晩はすごく、そうなんですよ。なんかもう寒すぎて、しかも最近結構乾燥もしてる気がする。なんか昨日とか起きた時喉痛かったから、もう乾燥してるんだなって思って加湿器つけようと思った。
その砂漠さ、嘘ないよボケボケって感じですキョンさん、テイチおはよう、かわいい、おはよう、ありがとうほんま、かわいくないですヤンスヤンクさん結婚して、え、困った、ねえった今日もう朝だから頭が働かないよじゃあ次のお話し会もたくさん会いに来てくれたらいいよやばい、寝不足な日ってさ目が痛くなる、すぐ開いてるのが大変。大事なさんペンライトありがとうフフ昨日までは布団でいつまでもぬくぬくできた、今日からはもうできなくなっちゃうの今日からはもうできないんですか布団でぬくぬくできる時間って本当に貴重な時間ですね。何これ、最近は何、これなんて読むの、ね、寒すぎるんだけど、どうしたらいい、手がカサカサになる、そうなんですよ、ほんと乾燥を感じます、唇とか肌も保湿しないとなんか突っ張る感じがして、乾燥注意報出てるかなって、え、そんなのいつも出てるっけ、乾燥注意報なんて出ます、そうなんだ、見てみよう、出てるのかな、出てそうだけど、ピンポンコンボありがとう、誕生日まであと9日だね、だって本当にあと9日、そんなもんなの、なんかそっか、でもそっか、え、ってことはユミンさんの卒婚まで9日ってことじゃないですか、全然やばいんですけどでも今日のレッスンは僕隊なんですよね、どういうことゆみちさん夜は神妙な顔してたからつい心配してたって、あ、本当にありがとう、まあなんかああいう話するとちょっとね、ちょっと真面目な感じ話だったしでも大丈夫です、その後ですね、ママと家族会議してした結果全然もうなんともないですあんま寝れてないんだって、なんかさ今日寝れなかったんよね全然、なんか結構ママと長電話しちゃってその後お風呂入ったんだけ
と出たらなんか目覚めちゃって、だから4時ぐらいまで起きちゃってた。でもさすがに寝ないとしんどいかなと思って、まあ、朝配信するまで3時間だから、まあ、3時間ぐらいちょうどいいかなと思って寝たんだけど、中途半端に寝ると目が痛い。マッツさんお菓子ありがとう。覚えることたくさんだね。大丸さんおはようだって。おはようございます、はじめまして、藤井理恵です。ゆっくりしてってください。インフルかかって昨日まで、あ、そうなんだ、え、インフル大丈夫、あ、でもそっか冬だもん、あ、もうそっかインフルも流行ってるんか、なんかもうコロナばっかりだと思ってたけどインフルもあれなんか今は、わあ、そっか、え、でもさインフル風邪ひいてる時のさぬくぬくはしんどくないの。大ちゃんさんお菓子ありがとう。覚えやすい日程やな、そうなんです。あと2ヶ月でクリスマスだから寒くても、あ、そっか今日25日か、寒くて不思議じゃない気もする、食べたらその時期いい季節だけど、あって、わあいいね、あ、そっかもうクリスマスの季節か、早いな、いや早い、あと2ヶ月でクリスマスなんて、でもそう思うと冬が終わるのって早い、あ、でもまだ大丈夫か、お正月があってその後バレンタインがあって3月4月ぐらいまではなんかそれじゃないですか。そうよ、持つべきはママよ、本当にそう。ユニアさんフォローありがとうございます。働いたさん寝不足だと目だけではなく頭も痛くなります、うわそれは結構ちゃんと寝ないとダメですね、そっか頭痛くなったりもするんか、リーはまだ目が痛いぐらいで済むかも、それはその目だろう。トシクラさんクマパジャマかわいいってありがとう、そうクマパジャマなんです、クマさん、なんか今よく考えたらモコモコのパジャマもクマだからさ、このうちのパジャマもモコモコのパジャマもどっちもクマのやつ買っちゃったよね。クマ好きすぎ、あずきさんおはようございます。プランなしで生きてるからライブのためにレッスンとか本当尊敬する、とみつさんプランなし、嘘そうなの、なんかそんな感じ全然しない、わかんないけどなんか計画通りって感じ。SK マシンさんゼニありがとう、最初の2日は辛いけどあとは大丈夫、なるほどね、うわでもそっかインフルも流行ってるんか、じゃあみんな気をつけようね、本当に風邪、コロナもあるしインフルもあるしかかったら大変だから気をつけよう。やばい、またお腹の音鳴っちゃいそう、なんか配信始めるとさお腹空いちゃうよね、お腹空いちゃうってか、お腹鳴っちゃう、お腹に力入れて音鳴らないようにしよう。喋ってればいいや、喋って。短パン寒くないかって、あ、なんかね、なんだっけ、ちょっと待ってね、あ、短パンはなんか半袖の時のやつは短パン
アイスのパズマあったじゃないですか。あ、ちょっと売れつまんない。あの夏に着てたアイスの半袖のパジャマは下も短パンだったんだけど、このくまちゃんのやつは下は長袖なんですよ。長ズボンだから、長袖長ズボンなんであんまり寒くないかな。さすがにね、もう短パンは履けない、寒すぎて朝起きたら絶対足つっちゃうよ寒さに冷えて。森健銀河さんハートありがとう。やばい、なくなりそう。確かにマスクはした方がいいかも。それはめっちゃ思う。なんかさ、今までもう最近マスクしないでさ、レッスン行くこと増えたけど、なんかみんなさ、なんかわかんない、季節の変わり目だからかな、なんか風邪ひいてる子めっちゃ多かったんですよ。3期生もなんか喉痛いとか言ってる子めっちゃ多くて、だからは風流行ってるかなと思って、危ないなと思ったから、最近はまたマスクし始めた。まだマスク外してきたけど、最近はまたマスク生活ちょっと始まってきた。今無言で見てますって、ちょっと手振ってくださいどんぐりさん、おはよう、おはようございます。 ST48 3期研究生の CD です。ゆっくりしてってください。高陽さん、お菓子ありがとう。お菓子だっけ、お菓子って呼んでたっけコウモリもありがとう。アルヒトさん、お菓子ありがとう。芸能人は顔バレするから、え分かんない、どうなんだろうね。でもなんかひーちゃん、この前ファンの人が声かけてくれたって言ってたわなんかすごい思ったんだけど、本通りたまにお出かけとかしてる時あるじゃないですか、みんなでご飯食べにしたり時あるけど、そういうのが意外と見られてるのは知らなかった。なんかみんなと前ご飯食べに行ったのかな、その時の帰りじゃないか、それで食べてた後配信したら、なんかその食べてた食べ物が何々美味しかったですかって来て、でそんな感じの同じようなコメントが他のこのルームにもあったらしくて、だからびっくりしたねと話してた。この時期寝落ちすると風邪危ないだって。そうなの、よく寝落ちしてしまうんだけど、リエ気をつけようぞ、ちゃんと。そうなんだ、じゃあ寝落ちしないように気をつけたいと思います。
やばい、目が痛い。本通りやっぱ、あ、そうなんだ、本通り遭遇率高いんですね。でも自分も思う、だって本通り歩いてていっぱい先輩と会うもん。そう、そういえばさ、なんだっけ、もう本通りで思い出したけどさ、かすみんとさ行ったカフェがあるじゃないですか。メールにもなんかメールとかスレッズとかにも登場したことあるんだけど、かすみんと一緒に行ったカフェがめっちゃ美味しかったんですよ。クロワッサンとの上にさアイスのっかってるやつ、もうあれが美味しくってね。また行きたいなって思った。でも全部かすみんと同じメニュー。ドリンクまでかすみんと同じ。そう、あれめっちゃ美味しかった。なんてお店だっけ、なんか思い出せないんだけど。そう、クロッフル美味しかったです。なんだっけ、あれなんてお店だっけ、ちょっと後で見て。もう一回メールにも送ろうかな。でめっちゃ良かった、ああいうとこで勉強したい、勉強したい。なんか一人で座れるような席もあってさ、パソコン持ってきてる人いたからさ、いいなと思った。なんかあそこでゆっくり勉強したいわって。そう、なんかクロッフルねずっと食べたいって思ってて、でなんかいつだっけか忘れちゃったんだけど、めっちゃ前になんかめっちゃ前にヨナヨナヒータンとさクロッフルをウーバーイーツして食べた記憶はあるんですよ。だけどウーバーだったからなんかちょっといろいろチョークとなんか生クリームとか崩れちゃっててあれだったから、お店でクロッフル食べたいなってめっちゃ思ってて、この前やっとクロッフル食べれたんですよ。だから美味しかった、本当にめっちゃ美味しかった。なんかあんなに美味しいの、普通にクロワッサン食べるよりもクロッフルにする方が美味しくない？うわさん、コウモリありがとう。かすみんとのハロウィン配信お願いしますって。了解です。なんか問題はいつやるかなんですよね。ハロウィン配信全然いいんですけど、かすみんともその方向でちゃんと話が進んでるんで、そこは安心してくださいって感じなんですけど、いつできるかなーなんですよね。あと10分、あ、本当に早いね。あと10分もなかった、あと5分ぐらいしかなかった。あれはあれ、なんてカフェだった、どこのカフェなんだろうと気になってました。本当にどこのカフェだっけ、ちょっと後で見てきます。もう一回、かすみんもダンス覚えるの早らしいなって。うん、え、かすみん本当にかすみんは本当に早いよ、早いと思います。うん。やっぱダンス習ってたらさ、その分さ覚えるのも早くなるんかな。経験とか経験した年数が長ければそのうち D も早くなってくんかなって期待してるんだけど。だんだん覚えるの早くなっていくかなって期待してます。数年後の自分に期待。そう、でもかすみんは本当に早いと思う、覚えるの。
すごい、なんかいやでも私うん岩崎と井手が早いって聞いたダンス、えそうなんですか、誰が言ってたんですかそんなの誰が言ってたんだろう、誰が早いかな、自分が早いなと思ったのは、でも多分私の中で梨紗子は、梨紗子が3期で一番ダンス覚えの早いと思う梨紗子とかすみんは多分その場でやってその場で覚えれるタイプだと思います、自分が今まで見てきた感じすごい早い、やばいくしゃみ出そう、やっぱ乾燥風邪、あ大丈夫かも、大丈夫くまるママさん、コウモリたくさんありがとう、早くなっていくかな、早くなっていったらいいなマシンガンさんかぼちゃんありがとう、やっぱなかなか当たんない、本当に当たんないね、これ当たったらどうなるの、逆に当たったらどうなるんですかね、これ当たってる人見たことないよまだ割と配信するたび毎回このかぼちゃのさギフト見ますけど、当たってる人まで一回も見たことないマシンガンさんありがとう、次は当たりますように、次当たりますようにっていつもお願いしてたけど、なか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 当たってくれませんねこれは今日もレッスンファイティングありがとう、頑張ります、みんなも頑張るんだぞ、あ、じゃあそろそろ壇上見ましょうか、意外と時間が迫った、それでは13位ヒューポンありがとう、12位トウモロコシさんありがとうございます、11位森健銀河さんありがとう、10位マンツさんありがとう、タワーのお礼また後でします、9位クタノヒトさんありがとう、8位ヤンスギャキさんありがとう、7位ダイちゃんさんありがとう、6位ウワンさんありがとう、5位トトミチさんありがとう、4位イシケマシンさんありがとう、で3位タカヤンさんありがとう、で2位クマネパパさんありがとう、そして1位はマシンガンさんでした、ありがとうありがとうございました、朝配信久しぶりの朝配信だったわ、めっちゃ結構久しぶりな気がする、ありがとうなんか分かりやすいありがとうね、みんなも頑張ってねこちらこそありがとう。